はい、こんばんは、この動画をご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、美容室1A の方から、美容師に聞いてみたい、こんなことあんなことということで、皆様の方からお寄せいただいた質問に、1A 代表の伊藤が、お答えしていきます。5分ほどでご覧いただける動画なので、ぜひよかったら最後までご覧になっていってください。ですね、それでは早速、ちょっと今日いただいたご質問をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、そうですね、持ち込みのデザインですね、スマートフォンなんかで最近だと持ってきてくださる方多いんですけど、ヘアスタイルのカウンセリングをするときに、自分が気に入った髪型を持って行って美容師さんに見せようと思うんですけど、それって実際迷惑ですかみたいな感じのご質問だったんですけど、本当最近結構実際サロンワークしててもお客様の方から直接そういうことを尋ねられることもあります。昔から結構雑誌の切り抜きを持ってきてみたいなことはあったんですけども、最近はスマートフォンでこう持ってきてみたいな形で、美容師たちにそのやりたい髪型を伝えてくださるっていうことは結構あるんですが、これですね、まず、結論から言うと、最初言うと持ってきていただけるのは本当にとっても嬉しいですし、非常にありがたいことです。本当にどうしても言葉だけでやり取りをしていると、特にまだ担当させていただくようになってから会が浅い方というか、まだ関係性がちょっとそのしっかりできてない方だったりとかすると、なんかこう言葉だけでやり取りしてると、なんかこうちょっとお互いのイメージにちょっとギャップが出てしまったりするようなケースも稀にあるので、実際に何か届けられるようなものが一枚あると、そこから話が結構それを基準にできたりすることもあるので、本当に助かる部分が多いかなというふうに思います。ただあれですかね、ちょっと一点注意というか、気をつけておいてもらえると嬉しいなと思うのは、やっぱり携帯で見せていただいたりする画像だったりとか、雑誌でもそうなんですけど、やっぱり写真になってるものっていうのは、なんか光の当たり方だったりとか、そういうもので、例えば部屋カラーなんか特に多いんですけど、実際にスマートフォンの画像で、表せているその部屋カラー、綺麗だなと思って、これがいいって思ってくださるんだと思うんですけど、実際にそのモデルさんの髪の色ではなくて、なんかスマホのこのちょっとフィルターの加減とかで、なんかちょっとこのなんか微妙な色合いになってる感じがあるかななんて思ったりするケースも結構あったりするんですよね。なので、なんかこう持ってきてそれ見せたら完全にそれになるみたいな感じで思われてしまうと、その1回の施術ではちょっと難しかったりするというか、2回ぐらいかけてそうしないといけなかったりするようなケースもあったりするので、完コピができるものみたいな感じで思われてしまうと、持ち込めば完璧になんかそうなるんだみたいに思われると、ちょっと少し、美容師さんのハードルが結構グーンと上がってしまうんじゃないかなっていう感じはしています。うちのお店に限りって言うと、そういうのを持ってきていただいたところから、実際その時にご提案できる、その時に実現できるスタイルだったら、もちろんトライさせてもらいますし、2回3回かかる内容かもしれないっていうことであれば、その旨ご了解いただいた上で施術をさせていただいていることが多いかなというふうに思います。何にしてもですね、そういう画像イメージみたいなものを持ってくるっていうことが、なんかこうすごいちょっとお客様にとってすごくハードルが高いことなんだろうなっていうのは、ちょっとこの質問からもちょっと分かるんですけど、僕たち美容師にとっては本当にありがたいというか、実際のお客様とそういうことでそのヘアスタイルに関してコミュニケーションを取っていく非常にきっかけになるものでもあるので、ぜひ遠慮なくというか、持ってきていただいて、美容室に来る時間っていうのもちょっとでもね、楽しいものになって、帰る時にもすごくいい気持ちだったなっていうふうなことで帰ってもらえたら、僕たち美容師はすごく嬉しいなというふうに思います。はい、そうですね、このぐらいでちょっとお答えになってるでしょうか。こんな調子でですね、皆さんの方からお寄せいただいた質問に、美容師の視点からちょっとお答えできたらいいなと思ってますので、ぜひ、いろんなツール LINE とかでもいいので、いろいろ質問をお寄せいただけたら、この動画の方でまた取り上げてやってみたいなというふうに思います。最後になりますけれども、こういう内容のコンテンツ見てて、なんか面白いなとか、また見てみようかなっていうふうに、思っていただけたらですね、このヘアデザインスペース1A のこの YouTube チャンネルに、グッドマークじゃないです、何でしたっけ、チャンネル登録みたいなのをちょっとしていただけると、またご覧いただくのがちょっとスムーズにご覧いただけるのかなと思いますので、ぜひ気に入っていただいた方はぜひちょっと
とあのチャンネル登録していただけたら、嬉しいかなと思います。ちょっと長くなりましたけれども、最後までご覧いただいてありがとうございました。ヘアデザインスペース一枝代表が動画をお送りしました。はい、またぜひご覧ください。ありがとうございました。